苦労様でした。今日の行動はこれで終わりますが、先ほど来話のあるように明日本会議は行われるようであります。まあ、その本会議の進め方がまだ流動的ではありますので、大いにですね、国会の内と外力を合わせて、頑張り合いたいというふうに思います。彼らはですね、中身を知られれば知られるほど反対がどんどん増えていくので、乱暴なやり方で国会通そうとしているわけですね。ですから明日どうなるか分かりませんけど、戦いはまだ続きます。そのとんでもない中身を本当にみんなで共有するのに、この私もこれ一部書いてるんですけど、このブックレットですね、これが今7万7千ぐらいまでいってます。ぜひですね、これを使って中身を本当に日本中に知らせるという作業をですね、やりながら戦いを盛り上げるということをみんなで誓い合いたいと思います。で、明日、国会は、本会議は予定では1時からですけれども、4日の日もあったように、どういう進め方について、議運だとかとこで、調整があるかもしれません。一応我々としては12時にこの場に集まって、また座り込み行動で抗議もし、国会でですね、いい加減な運営をしないように監視活動をしたいと思いますので、ぜひですね、皆さん周りに声をかけて、明日が衆議院として一番大きい山場になると思います。ぜひまたお集まりください。明日以降の、行動については明日次第ということになりますので、また緊急なことになるかもしれませんけど、またご協力よろしくお願いしたいと思います。で、以上で今日の活動終わりたいと思います。傍聴をですね、明日12時に皆さん集まった時点で希望を取りたいと思います。それでできるだけ希望を叶えて入りたいと思いますので、その傍聴行動と座り込み行動を並行してやります。ぜひまた明日も寒いかもしれませんけど、あったかくしてお集まりください。どうも今日はありがとうございました。ご苦労様でした。